新橋演武場花街としての新橋は、現在の東京都中央区銀座における花街である。芸の新橋と呼ばれ、日本各地の下流会からも一目置かれている。始まりは1857年、現在の銀座パ丁目メ付近に、三味線の師匠が開業した料理ジャイアンが始まりだと言われる。当時、新橋の芸者能楽太夫の名にちなみ、コンパル芸者と呼ばれていた。 コンパル神道沿いに行きな家屋が明治初年まで立ち並んでいた。新橋界隈は各藩の大名屋敷から距離的に都合の良い場所にあったため、講義の役人や他藩の客人との接待、外交の場として利用され、座教として芸事を教えていた女師匠が座敷に招かれて芸を披露していた。その中の一人の時はずも文字ずさが当時老中だった大田助春に、 自分たちが芸事を披露すると同時に、客人たちへの釈や給仕をすることを許可してもらえるように願い出て認められたことから、新橋芸者のスタイルが確立された。武士たちは、しばしば悲喜の芸者に、料亭選びの段階から宴会の裁量を任せたため、お客を連れてくる芸者は、敬意の対象となった。明治に入り、江戸期からの加害柳橋と共に、竜新寺京都称し、 人気の花町となった。明治期に新政府交館が新橋を悲いにしたのは、東京の下流会では、新橋は信仰であり、伊藤博文、板垣大輔らが同地に集った。当時の名義には板垣に引かされた昇進などがいる。大正期になると、芸者の儀芸の向上に取り組んだ。1925年に、新橋演舞場の落とし公演として、東踊りを初演。 中村木春、マリチヨなどといった名義を排出した。昭和中期には、最盛期を迎え、芸者約400名を要していた。高度経済成長期、石油ショック以後には、料亭、芸者数が減り、2007年現在、料亭12件、芸者70名である。同年は、新橋芸者発祥150周年が祝われた。現在の港区新橋には、 新境南地という花町があった。元は本校、新橋と一緒であったが、その後に分離し、現存しない。現存する主な新橋の料亭の一覧である。ありがとうございます。